カンピョーネ・ディターリア、カンピョーネ・ディターリアは、イタリア共和国ロンバルディア州、コモ県に属する人口約2000人の基礎自治体、コムーネ、ルガーの湖のほとりに位置する町で、周囲をスイス領に囲まれたイタリアの飛び地である。その地理的条件から、経済や公共サービスは、スイスと一体化している。町の公式通貨は、スイスフランであり、 欧州連合の関税制度上特殊な地域となっている。また、公営カジノがあることでも知られている。街の名のナな天気には、カンピオーネ、ディタリアなども用いられる。ローマ時代、カンピリあるいは、キャンプルヨナムと記された、平営都市の名がこの街の名の起源である。その名は、ラテン語のキャンパスに関連付けられる。なお、イタリア語のコンピネ、カンピオーネ。 カンピョーネは、英語のチャンピオン、チャンピオンに相当する言葉でもある。優勝者の意味のこの語言も、キャンパスである。コモ県中部の西方に位置する、イタリア領の飛び地で、周囲は、スイス領ティチーノ州に囲まれている。ルガーノ湖畔にあり、対岸は、ティチーノ州最大の都市ルガーノである。ルガーノからは湖を隔てて南南東へ4キロメートル、バレーゼから、 北東へ2 0トル、県とコモから北北西へ2 0トル、州とミラノからは北北西へ5 9トルの距離にある。この飛び地とイタリア本土は最も近いところで約1トル離れている。しかし、産地によって隔てられているために、この町から最も近いイタリアの町ランツォディンテルビーまでは1 4トル、 県と、コモまでは28キロメートルの陸路をたどらなければ、ならず、途中スイス領に足を踏み入れることになる。ルガーの湖畔には、イタリア領になっている場所もあるので、湖を隔てた飛び地とも言える。隣接するコムーネ、湖水を隔てたものも含むは、以下の通り。CH は、スイス領。CHTI は、ティチイの収所属を示す。 隣接コムーネはいずれもティッチーノ州のに属する。西にルガーの湖に面し、東には山のそびえる町である。この地へ人が定住するようになった時期は、紀元前1世紀まで遡る。ローマ人たちがヘルウエティ族の攻撃から、ローマの領土を守るために築いた、カンピリあるいはキャンプルヨナムと呼ばれる、平営都市がこの町の起源となっている。中世には、 ランゴバルド人、ロンバルディアの支配下に入った。六世紀末から七世紀初頭にかけて、教皇グレゴリウス一世の元カトリックの威信が高まったことで、この地にも、改修や教会への寄進の動きが現れるようになった。聖人ベローナのゼノのためのバシリカ、聖堂のための寄進について記した七百五十六年付の文書が残っている。七百七十七年。 この地のロンバルディア系有力者であるトトネダ・コンピネは、市に際し、土地をミラノのサン・アンブロージョ修道院に寄進している。このことがこの町が、イタリア領に残った要因と言われている。中世においてカンピオネは、コモや、インテルビ、現在はいずれもコモ県と並んで優れた石膏の出身地として知られた。12世紀から14世紀まで、 カンピョーネの工人と呼ばれた職人たちの活動範囲は、イタリア北部のポーガー流域を中心に、アルプスイ北、フランス、イベリアにまで及んでいる。これには、山岳地帯の環境が過酷であるために、成型の場を外に求めざるを得なかったことが、要因であるという。カンピョーネにルーツを持つ職人たちの移動と、その建築、彫刻様式の伝承、変容は、 キむム社の議論の活発な対象となっている。著名な人物には、14世紀後半のボニーノダ・カンピオーネ、モデナ大聖堂に携わったアンセルモダ・カンピオーネ、ベルガモのサンタマリア・マッチョーレ教会に関わったジョバンニダ・カンピオーネなどの名が挙げられる。一方で、彼らの出身地であるカンピオーネに大規模な建築工房が設けられたとはなかった。 ひとたび石膏として、村を出た人々が村に帰ることはなかったという。16世紀初頭、ミラノ公国の支配下にあったティチーノ州は、スイス連邦に併合されたが、修道院領であったカンピョーネはこれに加わらなかった。村自体についての詳細な記録はほとんど残されておらず、1596年に東南に隣接するアロニョトの土地をめぐる紛争があったことが知られる程度で、ある。 18世紀末、ナポレオン・ボナパルトのフランス軍が、スイス・イタリアに侵入した。衛星国家として、1797年に、北、イタリアに、チザルピーナ共和国が、1798年に、スイスには、ヘルベティア共和国がれぞれ設立されたが、この時カンピョーネは、チザルピーナ共和国に組み込まれた。チザルピーナ共和国は、イタリア共和国、イタリア王国と変遷して、 ナポレオンの没落と共に崩壊して、オーストアの影響下に置かれ、ロンバルド・ベネト王国の一部となった。1859年、第二次イタリア独立戦争によって、ロンバルディアは、イタリアの一部、ロンバルディア州となり、この町は、イタリアの領土となった。町の名に、リターリア、イタリアの、が付け加えられたのは、1933年12月。 ベニート・ムッソリーニ首相によってである。ムッソリーニはこの街をイタリアのショーウィンドウにすることに心であった。カンピョーネ・ディターアリアは EU 加盟国であるイタリアの領土であるが、スイス、e、EU 非加盟国に囲まれた飛び地という特殊な地理的条件から EU 関税同盟に含まれず EU 付加価値税の除外区域となっている欧州連合加盟国の特別領域参照。 同様に特殊な位置づけとなっているイタリアの街には、リビーニョ、ソンドリオ県がある。経済の大部分は、スイスと一体化している。ユーロも広く流通しているが、街の公式通貨は、スイスフランである。この街の住民は関税に関して、スイス側の方に従っており、車のナンバープレートも、イタリアのもの、CO、コモ県ではなくスイス、TI、ティチーノ県のものである。 この町は公営カジノ、カジノディカンピョーネでも有名である。イタリア政府が所有するカジノディカンピョーネは1933年に開設された。1999年には改築され、面目を一新している。この町のギャンブルに関する規制はスイスイタリア本土双方よりも緩くなっている。スイスではカジノの掛け金に制限があるが、この町では無制限である。 相互協定により、この町に住むイタリア国民は、スイスにある施設やスイスのサービスを、スイス国民と同等に受けることができる。町内の電話もほとんどがスイスコムのサービスを受けており、イタリア本土との電話は、国際電話扱いとなる。例外は、町役場にある電話くらいである。スイス以外の国からこの町に電話をかけるには、スイスの国番号、プラス41、 市外局番91を付けなければならない。郵便についても、イタリアの郵便番号 i 2 2 6 0の他に、スイスの郵便番号 ch-6911 が割り当てられている。住民たちは郵便物がイタリアずつかスイスずつかによって番号を使い分けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。